ユルゲン・メルツァーは、オーストリアウィーン出身の男子プロテニス選手。4大大会では、2010年全仏オープン男子、シングルスベスト4、2010年ウィンブルドン選手権と2011年、全米オープン男子ダブルス、2011年ウィンブルドン選手権、混合ダブルスでの優勝がある。これまでに ATP ツアーで、シングルス5勝、ダブルス13勝を挙げている。 左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高ランキングはシングルス8位、ダブルス6位。弟のジェラルド・メルツァーもプロテニス選手である。父親のルドルフ・メルツァーは、彼の厳重地ドイチュ・バグラムの市長を務めている。ユルゲンは9歳からテニスを始め、1999年ウィンブルドン選手権、ジュニア男子シングルス優勝を経て、プロ選手に転向した。 プロ入り後、直ちに男子テニス国別対抗戦、デビスカップオーストリア代表選手に選ばれる。2000年ウィンブルドン選手権で四大大会に初出場。2002年のテニス伝道選手権で男子ツアーのダブルス決勝戦に初進出し、翌2003年の同大会でシングルス決勝に進んだが、彼は長い間ツアー決勝戦で短腹もに不運が続いた。 2005年、メルツァーは、ダブルスの分野で成績を伸ばし、全豪オープンベスト4、全仏オープンベスト8を経て、10月の、サンクトペテルブルクオープン大会で、男子ツアーダブルス初優勝を達成した。全豪オープンで組んだパートナーは、アレクサンダー・ワスケであったが、それ以外は、大半のトーナメントで、同じオーストリアのユリアン・ノールとペアを組んだ。ノールは、 ダブルスのスペシャリストとして知られ、2004年ウィンブルドン選手権、男子ダブルス準優勝の実績を持つ人である。2006年9月、ユルゲン・メルツァーは、BCR ルーマニアオープンの決勝戦で、フィリッポ・ボランドリを6から1、7から5で破り、ようやく祝願のシングルス初優勝を達成した。この年は、 ノールと組んで6大会のダブルス決勝戦に進み、そのうち2大会で優勝したが、10月に3週連続、準優勝の新参をなめたことがある。その後のツアー成績は、2007年2008年と、シングルスの準優勝が一度ずつあり、2008年6月に、ユニセフオープンのダブルスで、トーマス・ヨハンソンと組んで優勝した。2009年全豪オープンで、 メルツァーは2007年全米オープン以来1年ぶりのシード選手に入った。第31シードとして1回戦で日本の西濃里 K を7から5、6から2、6から1で圧倒する。4年ぶり3度目の3回戦では第4シードのアンディ・マリーに5から7、0から6、3から6で完敗した。この年はユリアン・ノールとのダブルスでジャパンオープンテニス選手権を含む ダブルスに賞を上げている。2010年のメルツァーは、全仏オープンシングルス準々決勝で、第3シードのノバク・ジョコビッチを3から6、2から6、6から2、7から6、6から4で破り初めてベスト4に進出する。ウィンブルドンでは、フィリップ・ペッシュナーと組んだダブルスで、初優勝した。2011年全豪オープンでも4回戦に、 進出し、大会後のランキングで、シングルス10位となり、初めてのトップ10位リと、シングルスダブルス同時のトップ10位リを果たした。2011年ウィンブルドン選手権では、前年優勝のダブルスでは準々決勝で、敗退したが、イベタ・ベネソバと組んだ混合ダブルスで、エレーナ・ベスニナ、マヘシュ・ブパシグミを6から3、6から2で破り優勝した。全米オープンでは、 ペッシュナーと組んだダブルスの決勝で、マリウシュ・フィルステンベルク、マルチン・マトコフスキ組に6-2、6-2で勝利し、4大大会ダブルス2勝目を挙げた。メルツァーは、オリンピックのオーストリア代表選手としても、2004年、アテネ・五輪2008年北京・五輪、ン、2012年ロンドン、五輪の3度出場経験があり、北京・五輪のシングルスで、 ラファエル・ナダルとの準々決勝まで勝ち進んだ。メルツァーは2012年9月14日に2011年ウィンブルドン選手権、混合ダブルス優勝パートナーのイベタ・ベネ・ソバと結婚した。2016年のオーストリアオープンの2回戦で、同じオーストリア出身の世界ランク9位、トミニク・ティームを破り、準々決勝で、弟のジェラルドと ATP 公式戦で、 初対戦が実現。結果はジェラルドが3から6、6から3、6から1で勝利した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 p イコール開催延期 wg イコールデビス z イコールデビス地域ゾーン po イコールデビス g イコールオリンピック金メダル s イコールオリンピック銀メダル sf b イコールオリンピック銅メダル nms イコールマスターズシリーズから降格 nh イコール開催なしありがとうございます